開幕試合、入場シーンなど飛ばします。時間の関係ですいません、飛ばさせていただきます。いきなり試合からいきましょう。さあ、チャンピオンカーニバル開幕試合であります。外国勢同士の、戦いとなります。ジョニーエースとジャイアントキマラの対戦です。実況私山田大輔でお送りしてまいります。さあ、果たしてこのチャンピオンカーニバル8選手の中を制するのは一体誰なんでしょうか。総当たり戦で行われますこのリーグ戦、最終戦を終えた段階で、勝ち点の1位と2位の選手による決勝戦が最後に行われます。あらゆる勝ちが2点、引き分けが1点です。そして、負けが0点となっているこの得点制度。リングアウトルールもあります。リングアウトでも勝利であれば勝ち点2が入ります。両者リングアウトの場合は勝ち点が入りません。両者リングアウトは勝ち点1を分け合うということになります。そういったリングアウトでの白黒という、そういった決着というのもあるかもしれないこのチャンピオンカーニバルです。さあ、開幕試合、まずはジョニーエースとジャイアントキマラの戦いが行われています。30分の1本勝負です。エース頑張ってほしいねというコメントも届いております。ありがとうございます。膝を打っていったのはジャイアントキマラ。ハイキックです。まずはこの開幕戦、もちろん勝ち点2を取っていきたいのは両者どちらもそうでしょう。 DDT 持っていきました。さあ、エースとキマラです。今回の8名の選手たち、優勝候補はやはり小橋健太かと。あと早く1回エースクラッシャー、いきなり持っていきました。エースクラッシャーです。これで決まるか、どうだ、カウンター2、返しましたジャイアントキマラ。いやいや、いきなり勝負に出ました。これにはジャイアントキマラも怒りを見せます。そしてそして足をじたばた、見せる見せるプロレスを見せてくれておりますジャイアントキマラであります。ですがここはジョニーエース、膝を打っていきます。カウントが入る。試合時間5分を経過したところでカウンター2です。いきなりのエースクラッシャーがありました。まあ、序盤の序盤にはボディープレスもありましたが、さあここは片指に固めた、固めた、リング中央だ、これも返しました。ジョニーエースが早めの勝負を仕掛けています。このあたりジャイアントキマラは耐えられるかどうか。バックを取ります。ジャーマンスープレックスホールドだ、返しました。キマラ返した。さあ、ジョニーエース動きは良さそうだ。一気に勝負を決めようかというところであります。膝を打っていく。キマラの動きが止まった。バックを取る。もう一発いくか、いや、コブラツイストです。締め上げるのはジョニーエース。さらに捕まえる。今度は何か、あーっと顔面をかきむしっていきます。流れが変わるか。ジャイアントキマラバックを取る。前か後ろか、どちらに落とすか。後ろに落とした。バックドロップ、滞空時間の長いバックドロップ。さあ、ジャイアントキマラが勝機を見出したか。カウントが入るぞ。カウント一つです。チョップ。さあ、エースが息を吹き返すか。どうだ、フルネルソンの体勢。やバックを取る。バックドロップ、後頭部を打ちつけた。カウントが入る。カウントは2、ここは返しました。さあ、キマラも粘ります。ですがジョニーエース、さあここは予想通りの戦いとなるのか。バックを取る、抱えるかどうか、勝負を決めるか。あとスクーボーに丸めた、丸めた、カウントが入る。ロープは近いが、カウントが3カウント3、カウント3、入りました。最後は丸め込みましたスクールボーイ。
8分56秒チャンピオンカーニバルの開幕試合はジョニーエースが勝利を収めております。最後の場面をご覧いただきます。ジャーマンかと思われましたが、ここは意表をつきました。ここはジョニーエース、しっかりとキャリアを見せつけた試合でした。この後第2試合、どうぞご期待ください。